まずは正面の顔の描き方から解説していきたいと思います、はい、基本的な当たりの取り方から人間の頭の頭蓋骨の形から考えて当たりを取っていきたいと思います、はい、人間の頭を大きく構成するパーツとして、うん、まず頭蓋ですねこの青丸の部分と下顎の二つのパーツに分けることができます、うん、ちょうど鼻から上と下みたいな感じですねこめかみの部分でちょうど上下に分かれているので、うん この青丸はまあ、当たりとしてよく使われる丸十字にプラスしてこの赤く書いてある下顎の部分を付け足して、うん、そこにパーツを足して顔を書いていくっていう感じですね、うん、でこの赤い顎の部分の幅をこう短くしたり長くしたりすることで 年齢差を出していきます。さらに細かく顔のパーツを描き込んでいくあたりの解説をしていきたいと思います。はい、眉毛はこの十字に切ったちょうど真ん中らへんにこの眉頭が来るようなイメージで,でそこから鼻筋につながるような感じになりますね。この円の十字の下半分のさらに半分の位置この赤線を引いたラインに目の中心がきます。最初目の位置 取るのって結構難しいと思うので、はい、まるで眼球の位置を決めてあげるといいと思います。この詳細のあたりを元に書き込んでいったのがこちらになりますね。すごい。もう綺麗な顔ができている。<laughs> いきなりちょっと飛んじゃったんですけど。はい。あ、透かしてみると、これ、こんな感じになりますね。ちょうどあたりをつけたところの。そうですね。はい、にしっかり描かれてますね。はい。うん、眉毛は。 まあこの子に沿わなくても結構お化粧とかでも変わってきますので。